総田監督も選挙2で主人公として取り上げられている元川崎市議会議員。いやいや、僕のご紹介ありがとうございます。山内と申します。今日は本当この日を楽しみにしたんですけれども、そうですね、8ビットニュースへの投稿も編集に入ってたし、それから何よりも林さんのこの潜入取材というか、この映像が非常にここに来たんですけれども、今後これ例えばテレビではこの内容ってやっぱり放送するのはやっぱ難しいものなんでしょうか。それで僕はやっぱり311でテレビは死んだかなっていう印象を持ってるんですけども、テレビはもうベーシカルな本当にね、差し障りのないことしか放送しない、もうそういうメディアになり下がってしまった。その中で今後テレビ以外のメディア、それこそ本当に堀さん、岩井監督で、もう林さんなんかもどんどんメッセージ今発信されてると思うんですけども、テレビの役割がもうダメになった今、テレビ以外のメディアの役割、表現の方法っていう今後の可能性についてちょっと考えを聞かせていただきたいんですけども、どうしましょうか。僕が個人的に思ってるのは、いかんとも知り難く、どんなものが寿命ってあると思うんですよね。で、多分このメディアもたどりたどると、多分最初の頃はなんかこうデモクラシーにね、非常にこう熱く燃えた人たちが国を変えようとか思いながらスタートしたものだと思うんですけど、だんだんどうしても姿形を変えていってしまう中で、今やっぱりそのインターネットという新しいところから、同じこういう、ね、堀潤さんたちのような声を上げる、その自分たちの正義を信じてやる人たちが、またこう生まれてる新しい時代を今僕ら目撃してるのかなって気がするので、それを考えれば多分この流れがまたそのあるこう絶頂期を迎え、そうするとまたこう次の世代、3世代ぐらい、孫ぐらいの年代になると、今のメディアのような、なんか保守的な孫たちがその、ね、おじいちゃんの心を孫知らずみたいな、なんかそういうローテーションあるんじゃないかなと思うので、非常に頼もしく思ってますけどね。ありがとうございます。林さんどう思いますか。林さんはね、取材しに行ったということよりかは、実際に作業してね、その本人だから知っていることが、うまくみんなに伝わればいいなという、まさに自分で現場を改善していくために行かれたわけですけども、そういう思いが、例えば林さんが僕ら8ビットニュースに映像を提供してくれてから、最終的に林さんの話がですね、地上波ゴールデンタイム、プライムタイムに出たっていうのは、そこから1年と半年3ヶ月後ぐらいのですね、報道ステーションが一番大きかったんですかね。報道ステーションの古舘さんが直接林さんに会いに来て、林さんの話っていうのが報ステに出たと。結構途中でクローズアップ現代の取材とかもあったんですけど、黒毛は結局お蔵入りになったんですよね、確か林さんの番組でね。放送されなかったですね、あれね。実は去年の9月に、一番最初に福島の労働局に申請書を出し行った時に、NHK のニュースセブンと黒源が来て、その日の入ってくる様子とか入る前のところで記者会見でインタビューみたいなのを取って、セブンは出たんでしたっけ。ニュースセブンでない、ニュースセブンで出たんで、だからニュースセブンが、昼頃やったんですけど、でこれから帰って編集して夜の7時に出しますんでって帰ってって、さよならって帰ってたのに潰されたって。現場の記者の人は何て言ってました。いや、もう申し訳ないってずっとひたすらだったんですね、で、他もいっぱいなんかあったんですけど、その頃、NHK だったんで、じゃあ堀さんも義理じゃないけど、じゃあ NHK さん一発目いいですよみたいな感じでやったんだけど、インタビューとか全部いろいろ撮って、本当その日の最後、じゃあ申し立てするところまで撮って今日の夜やりますってのを最後つされちゃった。で、自分のところにすごいいっぱいこと1年くらい来てたんですよ。でも、なんだろう、みんないい人っていうか、現場のね、実際自分のところに来る記者の人、問題が例えば労働問題とか原発問題だからかもしれないですけど、全然悪い人とかそういう人いなくて、でも会社になると止まっちゃうっていうか
まあ、それが一発 NHK だったんで、うん、まあ本当にその現場で取材する側っていうのはやはりこう義憤に駆られて、でまあ取材して現場を見れば見るほど、いやこれはその賛否を問う以前にまずこの事実を伝えるところから始めないと賛否も問えないよねと思いながら取材をするんですけれども、なんかやっぱりこう蛇口の部分っていうのはその賛否を解いた時の影響みたいなことから逆算してやっぱりこう内容が決まっていってしまったりとかする側面もあるので、実はやっぱりこう現場のそれぞれの取材者と、まあ、その実際にアウトプットする時の思想の食い違いみたいなののジレンマっていうのは誰しもが考えているものだと思うんですね。だからそれをまあこういうなんて言ったらいいのかな、そのさっき言ったねアメリカの話で言った時に、その日本よりかは幾分そういうジレンマを解消しようと思ってねやってるなと思うのは、例えばその CNN だと CNN の本体と CNN が構えているウェブサイト CNN のアイリポートっていうのがあるんですけど、基本的には CNN のアイリポートに何かを出すのは自由なんですよね。誰もがネットで投稿して映像を出せると。ただしそこからCNN の本体の放送に使われるかどうかはそこは一回絞りますよっていうようなことがあると。ただ両方一応オープンな、っていうかネットの方はオープンな場で一応こういうのがありますみたいなのが一回出るような仕組みになっていて、だから僕なんかも思うのはそれをメディアがそのどう絞っていくのかっていうのは、まあそれはやればいいと思いますと。影響力も大きいし、それはいろいろ各社の方針もあるでしょうと。ところがそのじゃあなぜ絞っていったのかとか、どういうものが絞られていったのかっていう前段の部分も一方でじゃあオープンに持っていけるような仕組みがあった方がいいんじゃないかなと。でそれだったらまあ見る側もね、あこの曲はこういう方針でこれはやらないんだなとか、あこの人たちはこういう考えの人たちだからこれは 不都合だから出さないんだなとかね、そういうことも全部こう織り込み済みで見られるようになれば、疑心暗鬼が少しこう改善されるかな。そうですね、なんか本当になんかまずい内容が、ね、あるならあれですけど、なんか、ね、そうやってお蔵入りするぐらいだったら黒坂プ現代もネットでは見れますぐらいで、うんうんうん、ね、してくれたら国民のためですよね、うん、本当にその僕らお金払ってるわけですから、その取材費で、ね、撮ってるの見せてくれよと思いますよね。行った分はね、確かに行った分は。で今でも何て言ったらいいのかな、まあ、ちょっと2つだけ僕の方からの回答というと、メディアっていうのは今テレビが死んだってお話をされましたけれども、実はメディアって一回生まれたものってなかなか死なないんですよね。例えばやっぱりこう映画とかね言った時に、映画館が今少なくなっているとかね、映画を見る若者がいなくなってきているとか言う人いますけれども、実を言うと、いやじゃあなんだろう、家のねスマートフォンで何か映像を見て、あの映画面白かったなってスマホでダウンロードしてみて、あれは映画じゃないのかっていうと、いやあれは映画ですとみんな思うわけですよ。でメディアって一回こう生まれると、それを映し込むその媒体、デバイスというか受け皿が変わっていくだけで、そこで生まれたカルチャーみたいなのは絶対に死なないと思うんですよね。表現方法だったりとか、表現ができるスキルとしては。だからテレビはテレビのね、そのコンテンツの部分って非常にこういろいろ改善していかなければいけないところがあると思うんですけど、やっぱりねテレビカルチャーみたいなそのものはやっぱ死なないと思うんですよ。ただそのさっきまさにおっしゃってたのは、そこでこう伝える側のいろんなそのジレンマを抱えるその仕組みシステム、そこが今どちらかというと私たちが求めているものではないということだと思うんですけど、実はそういう中でもそのテレビマンたちの中にも、やっぱり僕 NHK やめてよかったなと思うのは、同じような思いのテレビマンたちが世の中にいっぱいいるっていうことも一方で分かったんですよね。で今テレビ神奈川のチームとはまさにそのパブリックアクセスみたいなことをね、やりましょうと。私たち独立遊局といって、特にこう強いどっかの民放連の傘下にいてね、あるまるをしているとかねいうわけじゃないので、自由にいろいろできますと言ってくれて、でテレビ神奈川と Google と僕らとのその三者連合で、ネットに投稿された動画を、まあ、テレビの電波を使って出す。でその中身っていうのをテレビ神奈川の、まあ、ディレクターや記者たちがさらに取材をし直して、ちょっと一回そのもっと深めてみるとか別の観点で提示してみるみたいな。でその Google プラスの中にテレビ神奈川の投稿のページを構えておいて、一応その登録して会員になれれば、どんなものが投稿されているのかっていうのが見えるようになるみたいな。で本編ではそこから10投稿されたうちの2つをやったんだなとか、いやそういう仕組みを作っていて、結構だから捨てたもんじゃない感みたいなのがやめたことによって余計感じられるっていうのがありましたね。はい、ありがとうございました。
この間もね NHK スペシャルのチームと一緒に飲みながら、うん、あの何かこう内側と外側でできないかみたいな話をしたりとかして、そうなんですよ。でもやっぱりね 70% ぐらいが愚痴になるんですね、話が。だからその 70% 愚痴みたいなのを 40% 愚痴に減らせるような、そういうまあメディアの内側の人間たくさんになればいいんじゃないかなと思います。さあもう一方、じゃあ最後にお願いします。